M&M ズのレイナです。本日は最後の晩餐ステーキを矯正前にいただきたいと思います。ですね、ご飯食べるところうるさかったので音声をつけていきます。本日来たのはビッグボーイで、リブロースのあれかなステーキを頼みました。私は切ってから全部切ってからじゃないと食べれないっていう性格なので、まずは真剣に切ってます。すんごい真剣、すんごい真剣ですね。これ大丈夫かなって切ってますね。仕事終わりなので、すっぴんで申し訳ございませんと、仕事着ですね、でダサい格好で非常に申し訳ありません。はい、今回ねポテトがじゃがいも丸々1個になってて、ちょっと食べづらいですが全部切っていきました。ということで、もうね矯正前の最後の晩餐ということでとても残念がってます。いただきます。はい、一口目、おーって、熱いやつでねやるのが結構好きです。いただきます。味わってる。美味しい、美味しいって幸せの笑み。目の前に旦那さんがいるんだけど美味しいってやってる感じですね。はい、じゃあどんどん食べていきたいと思います。焼いてます。ちなみに矯正すると、硬いおせんべいとか硬いステーキとかもうお肉とかは食べれないって言われたので、絶対食べれないであろうステーキをですね 200g 今回頼ませていただきました。これなんて喋ってんだろう、自分がなんて喋ってるかよくわかんないんだけど、旦那さんがハンバーグを頼んでちょっとくれましたね。ほら全然わかんない、食べ方すごい汚い、申し訳ございません。不愉快ですいません。でも美味しさはすごいですね。で、気になったのさ、めちゃめちゃ私猫背じゃない、大丈夫これ、美味しい。黙々と食べております。続きまして、じゃがいもに挑戦してみます。どうでしょう、あんまり美味しくない、あんまり美味しくないけど食べるけど、お肉の表情とはちょっと違いますね。お口に合わないです。お水で流し込みます。はい、ここから早送りでお送りしたいと思います。なぜかというと、編集してる私がお腹空いちゃうからです。黙々と食べてるでも美味しそうに食べてるのかな、これ噛み締めてます、一口一口を。はい、じゃがいもはね全部旦那さんにあげました。やっぱ無理でしたね、お口に合いませんでした。はい、ここであと最後の二口ですね、二口を、召し上がります。これが終わったら矯正器具が外れるまできっと食べれないであろう、ステーキを噛み締めております。とにかく噛み締めてます。嫌いなジャガイモも噛み締めておりますね。綺麗に食べるって神様は喜んでいただけるかなと思います。はい、最後の一口ですね、いきよって言ってる、はあ、アーメン。最後の一口いってしまった、美味しい美味しいと言って食べておりますね。
あカメラ見せて、はい食べ終わりました。そうやるよね、やるよね、やっちゃいました。うん、食べ終わりました。ということでね、最後の晩餐で、ステーキをいただきました。美味しいなって、一口一口で、そして最後の一口をですね、とてつもなく噛みしめてるんですけど、実はねこれね、筋が、最後が筋でですね、すんごいもぐもぐしてます。もぐもぐ噛んで、もうとにかく味わうのと同時に、あの早く肉噛み切れと思っております。ごっくんしました、ごっくん。あー美味しい。で水で最後流します。はい、どうですかね、あのきっと食べれないであろう晩餐をさせていただきました。ごちそうさまでした。ということでこの辺で終わりにしたいと思います。バイバーイ。